それでは次ですね、1.3 節の複素数に進みます。教科書では10ページです。まあ、ここら辺は多分皆さんも高校である程度習ってきたかと思いますが、ひたすら定義が出てきますので、まあ、それの確認を進めていくという感じになります。まあ、お付き合いください。まず虚数単位ですね。複素数といえばこの虚数単位なんですけれども、方程式 x2 乗プラス1イコール0の解、まあ、2乗してマイナス1になる数を考えて、まあ、そのうちの1つを虚数単位と言いまして、これをまあルートのマイナス1または i で表します。まあ、これはいいですかね。次に複素数の定義ですけれども、まあ、これ a と b を実数とするときに、この a プラス bi の形で表される数をまあ複素数としますよということで、あと複素数全体の集合は太文字の c で表します。で、あとですね、ちょっと皆さんにチェックしていただきたいのは、この記法ですね、内包表記って呼ばれる記法、多分数学リテラシーなんかの授業でも出てきたかと思いますけれども、これを見たときに、これはこういう集合なんだなってことがこう分かるように、ちょっと考えてみてください。一応 C というのは A プラス BI っていう元の集まりですよと。で、この A と B っていうのは実数から取っていきますよっていう意味です。最近ですと Python なんかのプログラミング言語にもですね、こういう内包表記っていう表現があったりしますが、数学のこういうことをよく分かっていると一瞬で理解できます。はい、それからあと実部と虚部ですね。これも皆さんよくご存知だと思いますが、複素数 z イコール a プラス bi に対して、まあ、a を z の、教科書では実数部分と書いていますが、まあ、実部と略されることもあります。あと b は、教科書ですと虚数部分と書かれていると思いますが、まあ、これも虚部ですねと書きます。で、記号の、li とか im っていう意味なんですけれども、実数部分は英語でリアルパートと呼びまして、虚数部分はイマジナリーパートというふうに呼びますので、まあ、その頭文字を取って、リとかイムというような記号がよく使われますので、注意しておいてください。はい、それからと虚数とか準虚数ですね。一応、当たり前かもしれませんけれども、数学で出てくる言葉全部こうやってきちっと定義をします。複素数 z に対して、まず、z の虚部が0でないときに z は虚数と言いますと。それからさらに、z が、虚部が0ではなくて、実部が0のときに、この z を準虚数と言いますということも定義しておきます。はい、次ですね、複素協約。なぜか数学のスライドに牛がの写真が出てきて、と思った人はいるかもしれませんけれども、まずちょっと複素協約の定義から確認しましょう。複素数、教科書ですと今ですね、大体その字の文にいろいろ書かれてるんですけれども、教科書ですと11ページのあたりをやっています。で、複素数 z イコール a プラス bi と a マイナス bi ですね、その虚部がプラスのものとマイナスものの組みを複素協約、もしくは単に協約と言います。で、そして、まあ、z イコール a プラス bi と協約の複素数 z イコール a マイナス bi を z のバーという形で記号で表します。で、一応ちょっと皆さんに注意していただきたいのは、この協約という言葉なんですが、役職の役と書かれているからといって、協益とは読まないでくださいという注意ですね。役というのはもともと、もうちょっと難しい字ですね、この首木と呼ばれる字の略なので、協益というものは誤りです。さて、その首木っていうのは一体何なんだろうと思って、僕もよく知らなかったので、初めて今回、ちゃんと調べてみました。そうしましたら、まあ、ウィキペディアの写真を引用したんですけれども、この牛をとか馬を2頭並べたとき、並べてこう歩かせるときに、その2頭がちゃんと並ぶように、首のところにこう、ここを固定させる道器具ですね、これを首器と言うんだそうです。まあ、確かに、それを考えてみると、複素協約っていうのは、その実部が等しくて、まあ、虚部がプラスとマイナスでこう実軸に対称になってますから、まあ、なんとなくこの牛や馬の首引きとこうなん、まあ、確かに対応なんか似た概念かなという気はします。ということで一応その協約の語源について紹介しておきました。はい、それからあと複素数が等しいことの定義ですね。複素数が等しいというとのはどういう時かというと、まあ、今 z1 と z2 が等しいという定義は、この z1 の
実分が互いに等しくて虚分も互いに等しいですよと、まあ、こういう時に複素数2つの複素数が等しいというふうに言います。はい、それから次が複素平面ですね。これは複素数Z イコール A プラス BI をこの XI 平面上の点 AB に対応させて複素数を表したものを複素平面もしくはガウス平面と言います。で、一応注意点としてはこの複素平面上の点とですねその1ベクトルを対応させることでその複素数全体の集合とそれから平面ベクトル全体の集合 R2 っていうのが、まあ、1対1に対応するというところに注意をしてください。まあ、確かに平面上の点を取るので、まあ、そうかなという気はします。まあ、実際にそういうことですね。はい、それからあと複素数の絶対値ですけれどもこの複素数の絶対値はまあ実数と同じように Z に縦棒で囲んで表すんですが、まあ、これは実部の2乗プラス虚部の2乗の正の平方根となっております。でちなみに、この複素数の絶対値というのはその複素数に対応する、平面ベクトル AB の長さにも等しいのでここにも注意しておいてください。次は変革ですね。複素数の変革というのがあります。argz って書くんですが、この変革というのは英語でアーギュメントって言いますので、このアーギュメントの頭文字を取って、argz というふうによく書きます。で、これは、z に対応する1ベクトル ab が x 軸となす角度、まあ、θ のことを言います。まあ、この場合、今この図の例ですと、z がここにあったら、この z の1ベクトルと、あとこの実軸ですね、とのなす角この部分が Z の変革ということになります。でこの変革はですね 2π の整数倍を除いて1に定まる数学ではこういう言い回しもよく出てくるんですけれどもつまり、この変革っていうのはまずこのそうですね X 軸からこの1ベクトルへの最初に1ベクトルにぶつかる部分場合のこの角度も言うんですが実はここから一周回ってまたこのベクトルにぶつかるこの角度これもまあ変革の定義は満たすんですね。別にこの定義変革の定義からはこれが1回転してはいけないというふうには書いていないので何回転してもここにぶつかったものは全部変革になるわけです。そうすると変革は実質上はこの定義から無限個存在することになるんですけれどもその回転するものを全部取り除いてしまえば、まあ、1個だけ定まるという点に注意してください。よろしいでしょうか。はい、それからあと、極形式というのがありましてこれは複素数 Z をですねその今の変革とそれから Z の絶対値を使って表したものですね。変革がシータの時にこの Z の変革がシータの時にこの Z を Z の絶対値かけるコサインシータプラス i サインシータで表したものを Z の極形式と呼びます。さてまあいろいろ言葉が定義があってまあようやくなんか算術らしいことに入ってきたんですけれどもまず加法減法ですね。これは複素数の足し算ということでまあ、Z1 と Z2 という2つの複素数があったときにその足し算はどう定義するかというと実部との和を新しい複素数の実部としてそれから虚部同士の和を新しい複素数の虚部とすると、まあ、こういう形で和を定義します。それから次に複素数の情報ですね積ですけれども、Z1 まず Z1 と Z2 という複素数が与えられたときにまあ、これそうですねここ A1 プラス B1i かける A2 プラス B2i はどう定義するかっていうともうこれを実数の掛け算と同じように展開しましてで、あとはその i の2乗があった時にはこれをマイナス1倍マイナス1と置き換えるというような形でこう定義を行います。これは正、まあ、複素数の実部虚部ごとのこう掛け算で表した情報の定義ですね。で一方で、これ極形式での掛け算の定義もできます。で極形式での掛け算の定義はどうなるかというと、
まあ、これいろいろ書き下していけば分かると思うんですが、Z1 と Z2 の積の極形式はどうなるかっていうと、絶対値に関してはこれ Z1 と Z2 のそれぞれの絶対値の積になります。それから変革に関しては Z1 と Z2 それぞれの変革の和となります。まあ、こういう性質がありますので、注意してください。まあ、この性質もあちこちでよく使われるんではないかと思います。はい、最後にですね、複素数の最後に、まあ、オイラーの公式というのがありまして、これ、12ページの、まあ、コーヒーブレイクの、部分に書かれておりますけれども、まあ、E の i θ 乗イコール、コサインシータプラス、まあ、i サインシータというのが、オイラーの公式ということで知られております。で特に、このシータが π のときに、E の iπ 乗プラス1イコール0というのをオイラーの等式というんだそうです。ちなみにこのオイラーの等式というのはまあ、いろんなところで知られておりまして、まあ、ある指摘を見ますと、まあ、加法と乗法と指数関数が同時に現れて、かつ加法の単位元0と乗法の単位元1と円周率 π と自然対数の定 E と虚数単位 i が同時に現れるということで、まあ、人によってはこれがですね、世界で最も美しい公式だとかっていうふうな言われ方もしているようです。ちなみに、皆さん読んだことある人いるかもしれませんけれども、小川陽子さんの「博士の愛した数式」という小説があります。でこれはどういう話かというと、その事故によってその今から80分前までの記憶しか持てなくなった数学者がですね、まあ、もちろん引退しているわけですけれども、まあ、そこのお世話をすることになった家政婦の女性とその息子さんですねとの心の交流を描いたお話だったんですけれども、まあ、そうですね、2003年ですからちょうど20年前に小説が発表されて映画化もされました。で、まあ、僕も本は読みましたけれども、その、まあ、数学者っていうと特に とかくその 変な変人っていう感じのですね、イメージがこう世の中からの多くの人から持たれているので、まあ確かにこう変人じゃないかって思われそうなことってあるかもしれませんけれども、まあそれとは別にですね、この、まあ、自然科学と向き合うというか、そういう姿勢っていうのがですね、その、まあ、小説の中ではその割とその火星の人の子どもとの交流とか、そういうところでこうその、まあ、サイエンティストあるいは人間としてというのがこう出ていてですね、そういう数学者の姿っていうのをある意味こう肯定的に描いているところがすごくいいなっていうふうに個人的には思ったんですけれども、まあそういうそこでこの主人公の博士がですね、よく出してきたのはこのオイラーの等式だったということでちょっと引用しました。まあ、もし機会があったら読んでみてください。ここまでよろしいでしょうか。